皆さんこんにちは、武田塾の高田です。特別講師の伊藤です。今回のテーマは国公立理系志望共通テストが終わったら〇〇をしろというテーマでやっていきたいなと思います。はい、まず伊藤先生は共通テスト終わって初出演ですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。理系の子たちもね、共通テスト大変だったと思うので、うん、共通テスト終わっていろんな感情を抱えた状態だと思うんですけど、リサーチとかまだ出る前でね、複雑な心境だと思うんですけど、ただゆっくりしてられないですね。絶対やらないといけないことっていうのがいくつか伊藤先生からあると聞いてます。国公立理系の子たちに向けたアドバイスを流していきたいなと思います。はい、じゃあまず教科ごとにいろいろやることもあるとは思うんですけど、全体的な話をちょっと聞けたら嬉しいですね。はい、二次試験まで1ヶ月ぐらいしかないじゃないですか。うん、時間が限られてるんですよね。うん、なのでスケジュールをまずざっくりと立ててほしいです。うん、1週間ごとというかね、うん、毎日のスケジュールを最初に立てろっていうことではなくて、今から二次試験の日まで何をやらなきゃいけないのかっていうことを明確にしてほしいんですね。うん、例えば過去問は何年分解くのか、私の場合は教科によって解く年数を変えてたんですね。うん、っていうのもその得意不得意とか、うん、この教科はちゃんと解いた方がいいなっていうのがあったので、うんうん、じゃあ国語は何年分、数学は何年分、そこら辺まで含めて過去問は各教科何年分解くのかだったりとか、入試までにやっておかなきゃいけない分野って何なのか、私の場合はできないことリストって呼んでたんですけど、はいはい、今不安を抱えてる分野ですね。うんうん、入試でこれ出たら困るなっていう分野、私の場合はこれを移動とかそういう感じで書いてたんですけど、できないことリストっていうのを全教科バーッと書き出して、入試までの間にこの分野についてしっかりやったら完璧だぞっていうようなことを、とりあえずやることを網羅するっていうことが結構大事かなと思います。二次試験の日まで約1ヶ月ありますけど、はい、その中でまずやんないといけない全体像を書き出すことによって知ろうみたいな、はい、本番までにやりたいことリストを書いて、それを伊藤先生は週単位ですかね。そうですね。二次試験までじゃあ残り約4週間だ、この1週間目はこれしよう、2週間目はこれしようっていう風に配分していったと。はい、直前やること決めても仕方ないんで、はい、その計画は多分 2,3 週間ぐらいで終わるぞっていう計画で一応組んではいるみたいな。そうですね。伊藤先生は多分共通テストを乗り切って志望校を変えなかった人だと思うんですけど、はい、ちょっと落とそうかなっていう人もいると思うんですよ。はい、そうすると秋にやってた二次対策とこれから残りやる対策って変わってくるじゃないですか。はい、そういう時はまあ過去問すぐ解いた方がいいですね。はい、こう戦略を決めるためにもまず過去問解いたことない人いると思うんで、解いてもらってそこから分かることもいっぱいあると思うんで、それで戦略を決めてほしいって部分はありますよね。はい、過去問を1年2年分解くと、うん、どういったことが聞かれてるのか、うんうん、例えば志望校を変えた場合には、うん、もうちょっと記述が増えるんだな、うん、減るんだなとか、うん、単語意外と難しいな、うん、簡単だなっていうところが1年分やると分かってくると思うので、うん、まずは過去問に触れて今後の対策を軌道修正というか、うん、こういうこと聞かれてるなっていうのに合わせて残り4週間やってってほしいなと思いますね。みんなも今やらないといけないやることリストっていうのをまず作成する、でそれを配分する、はい、でそれがまだ決められないって人は過去問をまず解いて志望校までの距離を決めてほしいなと思います。はい、教科ごとに大体みんなこの辺やらなきゃダメでしょうっていうところを伊藤先生に聞いていきたいなと思うんですけど、はい、じゃあ数学からいきましょうか。数学は数3じゃないですか。数3ですね。共通テストボケってやつですね。共通テストボケは全員がなると思います。はい、うん、どうしてもね数3やらない時期が1週間、うんうん、2週間はあるじゃないですか。うん、なので共通テスト終わったらまず数3の微積とか複素数とか、うん、そういったところをとりあえず今までやってた問題集でもいいので、うんうん、手を動かして感覚を取り戻すっていうのをやってほしいですね。うん、じゃあ使ってた問題集の復習からですかね。うん、数3の分野を徹底的に復習していく。はい、例えばキャンパスの数3使ってた人だったらキャンパスの数3を復習する。理系数学入試の学習に使ってた人だったら入試の学習の数3部分を復習する。今まで自分が使ってた二次用の本の数3の分野を徹底的に復習して思い出すっていうところから始めていってもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、続いて英語いっちゃいましょうか。はい、英語もまた共通テストと二次で全然違いますからね。うん、そうですね。私の場合は東大結構幅広い問題が出て、うんうんうん、英作文等とか、うんうん、構文解釈も必要だし、うんうん、リスニングもっていう感じだったんですけど、うん、皆さんも共通テストになくて二次にある問題形式あると思うんですよね。うんうん、やっぱりそこもとりあえず過去問を使って、うん、もしくは似たような傾向の大学の問題を使って二次の英語になれるっていう期間を取ってほしいですね。うんうんうん、特にその中で言うと英作文ですかね。はい、ほぼ全大学で出るし、うん、共通テストはリーディング中心だったので読むのには慣れたかもしれないけど、英作文の書き方表現とかってまだまだな人、はい、むしろ共通テスト終わってから始めようって思っ
ってた人もいるぐらいだと思うんで、おすすめの参考書は、まあ、英作文ハイパートレーニング和文英訳編っていうのが一番手っ取り早く始められる本かなと思うんで、その本でまず表現を覚える、書き方を覚える。で、自由英作文出る人は英作文ハイパートレーニングの自由英作文編とか、英作文ポラリス2っていうのが結構自由英作文でいい本やったりするんで、その辺とかを残りの中で、ちゃんと割るようにスケジュール組んでいってもらうっていうのがまずやるべきことかと思います、はい。あとさっき言ったように和訳問題、説明問題の記述問題がね、二次試験で出る大学多いと思うので、それはそれでしっかり対策をしていきましょう、はい。じゃあ理科どうでしょう。理科はですね、内容はそこまで共通テストと変わらないかなと思うんですが、難易度がもうぐんと上がりますよね、うん。二次試験になると一問の長さも長くなるし、計算量も増えるし、難しくなるしっていうので、今まで共通テストのための演習をしてきたら、やっぱりちょっと難しいなとか、こんなこと共通テストでは聞かれなかったなっていうところがあると思うので、そこもやっぱり今まで使っていた参考書の問題を復習するとか、もう過去問にチャレンジしてもいいと思うので、二次型の演習をまず始めるところからですかね。理科に関してもやっぱ共通テストボケみたいなのが結構あるって感じですね、うん。科学だったら重要問題集やってた人だったら重要問題集の復習すぐ始めましょう。物理だったら良問の風とかね、やってた人だったら良問の風とかの復習をすぐ始めましょう、うん。で、二次型の勉強にすぐ慣れていくっていうところが大事って感じですかね。はい、ね。まあ理科とかもそれこそやっぱ得意分野苦手分野はっきりしてると思うんで、うん、そのやることリストの中で自分の苦手な分野洗い出して、はい、例えば重要問題集を残りで一周するのってめっちゃきついと思うんですよ。厳しいですね。だから一周するのはもう諦めないとダメですよね、うん。ってことは必然的に優先順位つけて、やる分野とやらない分野を決めないといけないから、どこをやるのかどこをやらないのかっていうのを早めに決めてスタートをしていかないとダメですね。1ページ目から闇雲にやっても途中で終わっちゃうからっていうところは気をつけてほしいところですかね。なので自分の大学の品質の傾向と苦手な分野っていうのを照らし合わせて、出やすいけど苦手っていうところから優先順位をつけてやっていってほしいですね。マインド面ですかね。特に共通テストを失敗した人とか、そこで第一志望を落とすっていう風な判断した人とか、共通テスト終わってなんかもうやりきったみたいな共通テストがゴールみたいになっちゃってる子とか、いろんな感情の人がいると思うんですけど、どういうメンタルで残りの期間過ごせばいいですかね。最後の最後まで全力でやった人が受かるんですよね。共通テストももちろん大事ですけど、二次試験も含めて最終的に合否で判断されるので、良かったとしても悪かったとしても最後まで気を抜けないですよね。確かにそう考えると理系の方が二次逆転は多いのかなっていう、確かにイメージはあります、はい。文系の子だと二次が英語とか国語とかが配点でかいんで、そんななんかまくるとかないじゃないですか。オラーみたいな、他の人よりプラス何十点とかってないけど、理系の子だったら二次例えば数学とか物理とかをボーンと突出して取っちゃえば、二次逆転が結構あるじゃないですか、うん、実際、ね。なんなら二次勝負じゃないですか、はい、多くの難関大学は。だから共通テスト悪くて落ち込んだりとか、共通テストやりきったゴールだとかじゃなくて、むしろこっからが本番だよっていう意識で過ごしてほしい部分は理系に関しては僕はあるんですけど、理系の伊藤先生はどうですか。本当にこっからが本番ですよ、うんうん。最後の1ヶ月で全部が決まるんでね、うんうん。だからそこでみんなちゃんと過去問やり始めるじゃないですか、うんうん。どれだけ今までやってきたことを大学の問題に出力できるか、うんうん、実力をどのぐらい発揮できるかとか、最後どこまで詰められたかってところで、点2点がもしくは5点10点変わってくるので、最後まで全力でやる必要がありますね。というわけで、共通テスト終わって疲れたみたいな感じになっちゃってる子とかね、もうダメだ終わりだってなっちゃってる子いろいろいるとは思うんですけど、伊藤先生言ったみたいに、まずは計画を立てましょうと、はい。受験まで何すんだ、二次試験まで何すんだっていう計画を出して、で伊藤先生が思う各教科、数学とか英語とか理科とか、みんなこういうとこ必要だよねって分野教えてくれたと思うんで、すぐ計画を立てて行動を移して、残り本気で可能性を信じて全力で過ごしていってほしいなというふうに思います、はい。というわけで、共通テストお疲れ様でした。ただ本当の戦いはこれからだということで、気を引き締めて残りの期間過ごしていってもらえたらなと思います。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。